どうも、ナオチンです。スターオーシャン2やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日は釣りをやってます。魚を全種類釣り上げると、最強の杖をもらえるんですよね。で、釣りですけども、魚残り3匹です。どこで釣れるかっていうのがすぐわかるので、やりやすいですよね。まず1匹目は、ノエルの家。まあ、そこは簡単そう。で、ホフマン遺跡。ホフマン遺跡の周りを見たけども、いないんですよね。遺跡の中に、水場ってあったっけ？ちょっと探しに行きましょう。と、もう一人。ここ、フィーナル。ですね。今日はこの3匹を頑張って釣りましょう。では、ホフマン遺跡の中を見てみますね。あった！まさかこんなところに、魚釣りできるとこあるなんて。あーで、レアだね。レアなやつがいるみたいです。ちょっと待って。光らないとこれ無理だね。よし、来た。これタイミングめちゃくちゃ難しいやつだ。そういう時には妖精の舞を演奏していけばちょっとはマシなんだよね。来い。よし、来たー。これないと無理。おお、なんかそれっぽいの釣れた。これ真珠ザメ。よし、ここは分からんよ。ノエルの家の近所は何もないっすね。なんか庭かなんかあったっけ。これか。分からん。あー、確かにレアな魚がいる。家の中にいるの。普通に釣れるんかい、これ。でも、切らんじゃないと無理でしょ？あ、普通に釣れた！しかも、ビッグサイズ。はいはい、こりゃわからん。では、最後ですね、フィーナル、行きましょう。ここじゃないな。ってことは、このあたり？いや、違う。いないな。ここですか？いた。最後の一体いた。ここのレアだ。しゃ、難しいタイプ。完璧でしょ。よーし、なんか来た。すげえ釣れた。漆黒大マグロ。ははは。オッケー。で、これで、魚は 100% になりました。装備もらいに行こう。来た。66種類、すべてです。埋まった、埋まったよ。拾ったの、それ。拾ったん。ありがとう。最強の杖、ゲットです。それでは最後に、巨大な魚2匹を釣り上げて終わりたいと思います。ディープシーファーザーと得意六角、この2匹ですね。まず、ディープシーファーザー、場所ですけども、この辺りですね、フェイクギャラリーの上、ギバウェイの周り、にいます。確実にここにいるわけではなくって、まあ、この周りどっかにいると思いますので、空から探してみてください。魚影がでかいので、すぐわかると思います。で、キラーンじゃないと釣れない。で、キラーンってなって、画面がね、小刻みに揺れるんですよ。そしたら、当たりですね。そんなに釣るのは難しくありません。なかなか来ねえな。キラーンってくれば確実なんですけど、画面揺れてます。タイミングそんな難しくないです。で、釣れると気持ちいい。来たー！ディープシーファーザーですね。次は、得意六角ですね。得意六角は、場所としては、クロス大陸にいます。クロス大陸のいろんなところにいるので、まあ、空から沿岸をぐるぐる見て回れば、でかいので、すぐわかると思います。では、
いきましょう。こいつも同じく、釣り上げると、画面がビクビク動くのですぐわかります。違うね。来た。もうビクビクしてるんですぐわかります。で、タイミングは別に難しくないですね。しゃあ。それでは皆さんも魚全種類コンプリートしてみてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。